ジェニファードンは、アメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。シングルで2003年レベルホルンハイ優勝。ペアで2003年世界ジュニア選手権3位。同シーズン ISU ジュニアグランプリファイナル3位。パートナーは、ジェレット・グズマン・ジョナソン・ハント。テキサス州のヒューストンに生まれ、10歳の時にスケートを始めた。ノービス時代から、 女子シングルとペアを掛け持ちし、2002年の全米選手権には女子シングルのジュニアクラスで2位、ペアではジェレット・グズマンと組んでシニアクラスに出場し、10位となった。シーズン終了後にジェレット・グズマンとのペアを解散、新たにジョナソン・ハントとペアを結成する。2002から2003年シーズン、ISU ジュニアグランプリに女子シングルとペアでエントリーをし、 女子シングルでは表彰台に上ることはなかったが、ペアでは JGP アリゾナと JGP ドラパネーゼ杯で2位、JGP ファイナルでは3位と頭角を表した。2003年世界ジュニア選手権では初出場ながら3位となり、メダルを獲得する。翌2003から2004年シーズン以降はシニアクラスに転向し、女子シングルとペアの掛け持ちを続け、 2004から2005年シーズンには、ペアで ISU グランプリシリーズに出場するまでになったが、同シーズン終了後に、ジョナソン・ハントとのペアを解散し、女子シングルでの競技会への参加もなく、事実上の引退状態となった。2006から2007年シーズン、東京ユニバーシアード競技大会に、台湾代表として女子シングルで出場したものの、25位に終わった。詳細詳細。 ありがとうございます。